庫を封鎖します。ゲートから離れてください。ああ、クリスタルまであと少しなのに。友達、まだ生きてるかな。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻る。絶対。だろうな。みんなが王様に期待してんだからな。お疲れ様、ノクト。違うな。やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行り病が蔓延した。元凶は寄生虫だ。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム、正式名。泉谷は誰のせいだったか。ノクト、人間のお前を殺しても意味がないんだな。クリスタルの待って、これクリスタルごと、その力ごと王を葬り去るのが俺の望みなんだ。早く帰ってくるね。俺、みんなと遊んで待ってるから。